こんにちは、速稼塾の久保です。先日ですね、アビガンというテーマで動画をお届けしましたら、このアビガンがね、なんであんまり話題に上ってこないのかなとかね、なんでこのアビガンっていうのをすぐに投与しないのかなとかね、そういったことを話題に出しましたら、まあある方がね、教えてくださいました。アビガンっていうのは2つのデメリットがあるんだっていうことだったんですよ。その内容が非常に納得できるものだったんで、ちょっと今回動画にしてお知らせしようかと思います。一つはですね、まあ、皆さんもご存知の通り副作用があるってことです。でこの副作用に関しましては実はまだよく分かってなくてですね、まあ、2つの点が懸念されているということで、1つは妊娠中の女性にはちょっと使わない方がいいと、妊婦さんには影響があるんではないかな、胎児に影響があるんではないかなっていうことで、ちょっとこれ動物実験の結果なんですけども、まだ不安があるからなるべく使わない方がいいということで、言われてましたね。でもう一つが男性不妊の可能性があるということなんですけども、これは学会の論文になってないんで、まだ噂の段階か懸念の段階かっていうところらしいです。まあ当然ですけども、全ての薬にはね、副作用がありますんで、用心して、検討していかないといけないのかなということですね。で厚生労働省のホームページ見てもアビガンを使った方はその予後の経過を報告するようになってるんですよね。だからその使った後どうだったのかってこととか、どんな副作用が認められるのかっていうことをデータをやっぱ集めてるところもあるのかなと思います。まあでもこれ治験も済んでて新薬ということなんで、まあ購入できるわけですから、処方箋さえあれば、まあ、ですからね、実験段階のものではなくて、その結局ね、まあ、一部の方のインフルエンザには使われてるものらしいんですよ。で、2つ目ですね、この2つ目っていうのが非常に私を納得させたんですけども、このアビガンっていうのは先ほどお話したように一部のインフルエンザで困ってらっしゃる方にもうこの最終手段としてね、特効薬として使っているものらしいんですよ。で、これがね、厚生労働省が多分たくさん使わせたくないなっていう意図を私がね感じるのは、このアビガンっていうもので確かに、もしかしたら治るかもしれない、治る、でもこのアビガンが治らなかったらもう打つ手がないんだってことなんだろうと思うんですよ。そしてですね、このアビガンっていうのを使うことによってウイルスが耐性を持ってしまうんですよ。ウイルスっていうのはその何ですかね、ワクチンに対してやっぱ戦いを挑んで進化する可能性があるんですよね。で今回この、ね、ウイルスがアビガンによってアビガンをね駆逐して進化してしまうと、今度は本当に打つ手がなくって、どんなことになるのかわからないということなんで、まあ、一例一例ね慎重に検討して、自己治癒力が高まってそれで治るんだったら治していく、でどうしようもなかったらアビガンを投与するみたいな流れになってるんではないかなと思うんですよ。まあ、ちょっとね、不安材料としては中国がもう早速このアビガンに似たものを作ろうとしてるらしいんですよ。でここで心配なのはね、その先ほど言ったようにアビガンには限らず、そのワクチンっていうのはウイルスがね、ワクチンを駆逐して抵抗力を持って進化する可能性があるんですよね。だからそこに対してもちゃんとケアしながら製造しているのかっていうところがものすごく気になるところなんですよね。まあ、そういう意味で言うとやっぱりね、世界中こう考えてみると、こういう機会に日本の医療体制っていうのは本当に整っているなと思います。もちろんまだまだ足りないところもあるかと思いますし、部分的には他の国が優れているところがあると思うんですけども、全体的には日本のこの医療制度っていうのは本当にいいなと思うんですよ。まあいろいろと問題はあるのは分かりますよ。でも基本的には国民簡易保険っていうかね、全員保険、国民健康保険とか社会保険に入ってるわけじゃないですか。で今回アメリカの例を改めて見たんですけども、まあ、国の保険ってないらしいんですよ。全部民間の保険で、しかも保険料は高くって、保険料払っていても普段の診察料がね高かったりとかして、なかなか病院に行くっていう習慣が持てないとか、で早期発見できても自力で治すとかね、サプリメントを使うってことになって、なかなかドクターのね診察を受けられなくて重症化したりとか、そのまま死んでしまうってことがあるということなんですよ。でアメリカでは今ね、すごくインフルエンザ、新型のインフルエンザがすごく流行って、1万4000人ほどの方が亡くなってるそうなんですけども、これはインフルエンザが強いというよりも、その医療体制が整っていなかったり、保険の関係で、まあね対処できずにお亡くなりになってしまうっていう例が多いそうなんですよね。まあいろいろとね、教えてくださる方がいるんで本当助かります。 YouTube をやっててよかったなと思うのは、私のね分からないことをこの視聴者さんが教えてくれるってことなのかなと思います。そういう意味で言うと発信っていうのが何よりの財産になるような気がするんですよね。まあ、これからもね、皆さんと一緒にいろんなことを考えて勉強して、そして身につけていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではですね、今回ご指摘いただいた方がおすすめする動画
これをね動画説明欄に貼っときますので、アビガンに対する2つの懸念ということで、参考にしていただければと思います。それでは本日もありがとうございました。